全部あの車検対応のものになってますから、はいはい、ボルトで止めてるだけなんでね。あまりね売れなかったみたいで、でもね、今の時代から考えてみたらもうこれもうバチバチに似合ってますよ。これ荷物取ってキャンプしようねって。フォックスが自動車用の足回りを作ってるっていうことを俺今の今まで知らなかった。車の話坂戸店のコーナーです。はい、はい、始まりました。やってきました。はい、デリカ持ってきちゃいました。また1台見えますよ。バチバチに仕上がってますね。はい、バチバチオートフラックス仕様のデリカですね。 CV5W 型、はい、あれですよね、一回自分たちがやったあの D5 の最新型の1世代前ってことですよね。そうです、まあ、一応まあ今の現行はビッグマイナーチェンジと呼ばれているので、同じ型といえば、まあ、同じ型前ってことねではあるんですけど、まあ、それのこれ初期型です。2007年式、平成19年ですね。なるほど。はい、実はですねこれはあのオートフラックスさんの、まあ、杉村社長っていらっしゃるんですけど、はい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 、まあ、その方のお知り合いの方が持たれていて、まあ、あのひょんなご縁からですねこちらの車を、はい、お引き取りさせていただきまして、これからはですねアヘッドのデモカーとしてですね。デモカー、あ、じゃあ2台並ぶわけですね。マイチェン後とマイチェン前で、はい、なかなか いいすね、この新旧デリカのオートフラックスが2台並ぶ場所って、まあ確かに全国探してもオートフラックスぐらいしかないんじゃないかなと思ってるんですけど。あ、確かに、はい、すごいですね。なんかでも車高ももう上がってて、これ純正？いや、これね、あのフォックスっていうメーカーの車高調が入ってます。フォックスってあれじゃん、あの自転車とかあれで有名なところですよね、はい、フォックスさんの足と、あとは、まあ、もちろんね極太、バスター、ラダーなどなど。なるほど、はい、じゃあもう一式、じゃあそのうちらが持ってるあの新型の D5 と、まあ、同じ仕様というか、まあ、旧マイチェン前。そうです、まあ、微妙にねデザインとか異なるところっていうのはこのね極太もあるんですけれども。確かに、はい、あ、極太って名前なんですか。これ極太って名前、まあ、もちろんね全部あの車検対応のものになってますから、はいはい、ボルトで止めてるだけなんでね。ああ、なるほど、はい、あ、ボルトで止めてる場合は車検対応になるんですか。通ります。だからその前兆とかの、まあ、要は伸びるじゃないですか、その分も全部問題ない形になってますので。あ、なるほど。こんだけ丈夫なわけですよ。確かに、はい、もうより、ね、いいね、デリカらしさを際立たせるモデルとなっております。へえ、はいはい、いいじゃないですか、はい、でね、ちなみにまあデリカって今新型はねディーゼルなんですけど、はい、これはちなみにガソリンです。あ、ガソリンね、はい、2.4リター、はい、4B12。おー、じゃあエボテンが 4B11 だから、はい、その次ちょっとでかいバージョンだよって。170馬力あるんです。あ、意外とあります、ね、はい、意外とあるんです。へえ、はい、え、ディーゼルはちなみに何馬力ぐらい。ディーゼルはね150馬力ぐらいだと思うんですよ、ね、あ、そう、はい、へえ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、はい。タイヤもなんかこのこれね左右で実はね見た目違うんですよ。ああ、そうですね、ホイールがもちろんゴールドで、はいはい、助手席側は黒で、でもホイール自体の銘柄は同じですもんね。そうです、エクストリームジェーン、ね、じゃあ色が違うだけ。はい、いいじゃないですか、ちょっとおしゃれで。これね当時はあのイメージカラー的なカタログの色にもなってたんですけど、 これあまりね売れなかったみたいで、でもね今の時代から考えてみたらもうこれもうバチバチに似合ってますよ、これ。いや確かにそのオフロードっていう意味合いでも、ね、全然感じがすごく出てて。確かに確かに、はあ、なるほどね。はい、はあはあはあ、いいんじゃないですか。はい、であとはこれガナドールのマフラーが入ってるんで、はいはい、結構ねいい音するんですよ。でこれがデリカの音って考えたらすごくいいですよね。確かに、はい、これで500馬力ぐらいあれば最高なんですけどね、まあ、雰囲気的にはね300馬力ぐらい出てもいいと思いますけど、これはじゃあ普通に乗れるわけですよ。へえ、これ乗ってもらって、これ耐荷重何キロ、まあ、全然人はいけます。あ、ほんと。だからこれ乗ってもらって、だから上に荷物積むわけですよ。ほうほう。で荷物取ってキャンプしようねって。あ、なるほどね、はい、ここでね、いいじゃないですか、ここでね椅子を置いて花火が見れるわけですよ。いいですね。いいですね。まあ、花火の時期終わりましたけどね。まあ確かに、はい、ほう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 、あ、いいんじゃないですか。じゃあせっかくなんで、はい、いや、まあ、ちょっと待ってくださいよ。おお、後付けのちゃんとねついてます。あ、新型だとあれですよね、純正オプションでありますもんね、はい、新型はグレードによってはね標準装備になってますけれども、この時はねなかったので、これは社外品のものがついてて、これある内で乗り降りかなり違いますから。このシートって純正？これ純正のシートカバーです。ジャオスさんの今シートカバーがついてます。あ、これシートカバーなの？はい。へえ。
ほう、これシートカバー。ああなるほどね、こうやってついてるんだ。なんか純正っぽくて驚いちゃった。はい、はい、なるほど。というわけで、はい、思想へ。正直重量も重くなるわけじゃないですか。ああ、まあね、前も後ろも特に上もだから重心も上がると思うんですけど、でも今の交差点一つ曲がるにしてもなんかすごいロールが大きいのかなって思うんですけど、全然そんなことないですよね。なんかね、足がすごいしっかりしてるこれ、はい、あの剛性がない感じの足回りじゃないから、さすがオフロード系に特化したフォックスが作ってる足回りだけある。はい、フォックスが自動車用の足回りを作ってるっていうことを俺は今の今まで知らなかった。なるほどなるほど。バイクとかその自転車とかの、まあどちらかっていうと有名なメーカーだから、まあ、タイヤとかでもそうですよね。あのケンダとか自転車用のタイヤで有名ですけど、車のタイヤも作ってますし、意外とシートがなんかピタッと吸い付く感じですか。ここあと収納多くないですか、この車。ここにもあって、ここにもあって、本当だ、ここにもあって、ここにもあって、この反対かな。本当だ、めちゃくちゃ収納多いですよ。へー、このインフォのボタン、エボテンのまんま、そのまんまですね。エボですね、これ完全に表示が、まあ、燃費とかね、あ、全く同じだね。いろいろ情報出ますけれども、そうはぁ、高いから楽だなこれ、上から見渡せるからすごい遠くまで見える。ちょっとね、これオールテレーンだったと思うんですけど、タイヤが、うん、結構音するのかなと思ったけど意外としないですね。意外と座れてみます。好きなんですよなんかこう、ちょっと夕暮れも相まってエモエモな感じになりますね。乗ってて、運転してるとこの安定性とか、もうちょっと実はパワー欲しいなみたいななんかあったりします。いや特にこの車はこれでいいような気がするけど、まあ、マシンって言うんだったらもっとパワーは欲しいけど、まあまあ重いですからね。昔の CVT なんで、パッて踏んだ時のちょっとレスポンスはちょっと気になりますね。そっか、これ CVT か。はい、はい、というわけでひろきさん、ガソリンのデリカいかがでしたか。はい、いやなんかエンジンの回転の周りとかもすごいスムーズで、なんか音がエボテンっぽかったっす。あ、音がエボテン、まあ、やっぱりエンジンの名前が 4B12 でしたっけ。はい、まあ、ほぼほぼ一緒ですね。 4B11 なんで、はい、エボテンが、まあ、時代もね本当に同じタイミングで出てきてるわけですから、まあ、そうですね、確かに確かに、はい、なんか乗ってて乗りやすかったですし、なんかそのやっぱ三菱自動車 の、 その制御システム、なんかその四輪駆動なんですけど、まあ、全然そのちゃんとしっかりこうストレスにならないように車を曲げてくれるんで、まあ、そこ素晴らしいなというふうに思いました。ひろきさん、このやっぱ見た目ですよ、この車。まあ、乗ってると見た目わかんないですけどね、乗ってると、まあね、でも見てください、この極太くん、極太くん、はい、バスター、そしてラダーと、はい、なるほど、いうことで、いいんじゃないですか、はい、そのコンセプトとしては、はい、アウトドアな感じで、はい、まあ、こういうなんかステッカーもなんかいい感じにこう、はい、ワンポイントで入ってるような感じがするので、ね、楽しくも乗れるし実用的でもあるデリカっていうことでね、うん、はい、川渡りとかしてみたいです。次回の動画でも、はいはい、アヘッドのお車紹介、はい、続けていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします、はい、ぜひよろしくお願いします。次はドイツ車だと思います。ではまた。車のことならア
ヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。